はい、こんにちは。今回もね、マッチボックスのシトロエンの CX ですね。で、シトロエン CX は、シトロエン社の覚悟というのは一般にライフスパンの異例が長いと。で、そのポリシーは10年先んじたモデルを20年間生産すると言われることで、事実、1955年デビューした DS は、74年にこの CX にとって買われるまで、およそ20年間作り続けられたんですね。で、シトロエン社のフラッグシップであり、フランスのプレステージカーであることのこの CX は、発表以来14年が過ぎようとしているにもかかわらず、その特徴的なメカニズム、未来的なボディスタイルによって、今もなお新鮮さを失っていない。で、DS で衝撃的なデビューを飾ったハイドロニューマチックサスペンションは、GS、BX に継承され、もちろんこの CX にも採用されている。で、停止中も手を離せば、スルスルと直線位置に戻るパワーステアリングをはじめとして、ドライビングの間がいかさかの慣れを要求されるが、その長いホイールベースとハイドロニューマチックサスペンションは独自の走行感覚をもたらし、一度乗ると忘れない内乗り心地となっているんですね。で、86年バンパーなる根拠が加えられ、シリーズ2に合併したファストバックスタイルのボディは独立したトランクを持つと。で、ホイールベースの種類があって、長い方はプレステージと呼ばれるリムジンとなる。またその長いホイールベースのシャーシを利用し、両方後部まで延長し、テールゲートを取り付けたブレーキファミリアールと呼ばれるモデルもあると。ブレークは通常の5人乗りワゴンだが、ファミリアールはラテン民族で大家族進展の乗りといえる7人乗りであったんですね。エンジンは旧体制とる OHV 4気筒で 2.0、2.2、2.5mm 及びディーゼルがあるが、噂の V 力を積んだ CX の後継車 DX レビューは89年以降と、なるらしいですね。で、PSA グループ、まあ、で、それが、まあ、このシトロエンの、車ということでしょう。さっき間違えた申し上げたですね。で、これが、シトロエンの、ね、車ということで、なっていますね。で、こういうふうに、開けることができる。まあ、これが弱くなってるから、やっぱ子供がよく使ってたんでしょうね。で、こういうふうに、内装も、ちょっと見にくいですけどもね、よくできているか、それなりによくできてるなっていう感じで、このブレーキ BX のね、この白いバージョンというのも、いいなというふうに思う車の一台ではありますね。というわけで、どうもありがとうございました。